洪水が市街地に氾濫した場合、道路は川のようになる場合があります。たとえ水深が浅くても流れが急であるため、その中を歩くことは大変危険です。洪水の氾濫には浸水の深さだけでなく、流れの速さにも注意が必要です。